きっと広いんならきれいで王子様にちやほやされるでしょ妹女の私もお姫様になれたらなんてね。 探し太陽ないし、やけになって飛び込む間違いすぎる世界。走りばかり雑用係、最悪なやつらのマネージャー主任です。バレたら最後妬まれるのやだし、生きるためだし。 きっと広いんならきれいで王子様にちやほやされるでしょ。妹女の私もお姫様になれたらなんてね。私をプロデュースして髪も服も全部可愛くして、いつか出会う王子様、どこで何をしてるの神様待ってますから気長に。 ある日出会う運命の人、真摯な振る舞いにドキドキしちゃった。名前なんて聞ける？はずない。また会いたいなんて願ってるだけでした。時間が止まる。また会えたねと君。 やっぱり恋だ。きっと少女漫画じゃ両思い、ベタでいいじゃん、むしろベタがいいじゃん。モブ女の私もヒロインなる気ありますなんてね。すぐにくっついちゃえばいい、悲劇いらない、いいね、シェイクスピア。やっと会えた王子様、まずは名前を知ることだよね。ヒロインらしく自然に バレちゃった最悪な奴らに、これじゃダメだ、100振られるってどうすればいいの。 気持ちなら負けないなんてみんな同じこと思ってて、そこからの勇気と推しが大事なんです。聞いてる？ヒロインならきれいで王子様にちやほやされるでしょ。妹女の私もお姫様になれるのなんてね。自信ちょっとついたよ。当たって砕けたらバカにして笑う。 お願い、言ってきますね、告白。よし、ヒロインになれ今日から。